かなり忙しくて牌を触る機会もあまり多くないとは話しますが、ただここは手格好はいいですね。あ、でもペイから切っていきました。トンシャーがドイツです。あ、ここも素晴らしいね。シャーの気持ち、これはチャンスが来ましたね、はい、これ本一ですかね。ヤンバンから小島はチューンがドイツ、みんな自敗がドイツですね、はい、そして坂本もドイツ3組、ちょっとドイツが各社多いですが、何も切っていきます。あ、もう思いっきりいきますね、うん、ドラ受けとかを気にせずにもういきましたね、うん、一気に。あ、もうここ、これ一瞬点ですね。チュンポンできればポン点。全体的にドイツあんこが多めですが、この急走は残しません。積も切っていきます。ロマン積も切っていきます。まあもともと鈴木大輔のその麻雀の強さというのは、うん、もう麻雀ファンの中では本当に知られている、それだけの実力者。あ、なんかちょっと痛い感がありますね。ピンズを引いてきました。小島レボリューションさんのさっきデータが出ていて、はい、フィード率 40% って書いてあったので、はい、おそらくこのチューンはポンテン取るんでしょうねと思ったら、ありましたね。3位に両面から入ってリーチ、ね、はい、チューンの片割れのパーピーもいい街ですもんね、うん、泣かずに本当は これがベストだったと思うんで、うん、今、はい、最高のツモになったかなと。チューンとパーピー、ごめんなさい、あれ、あれ、フロリス書いてなかった。そうですね、これは一律のですリーチのデータもご覧いただいています。チューンとパーピンのシャンポンは山に4枚です。上がりそうですね。先ほどリードした鈴木に対してリーチでぶつけていきました。ちょっと捨て牌が中チャンパイだけ捨ててのリーチなので、はい、まあ、ちょっと自敗とかは危険かなとは思うんですけど、とはいえ形になっている人は、まあ、攻め込むんじゃないかなと思います。三ピンチ相川です。イソ打てそうですね、うん、今筋になったイソ、あ、もうすでに取ってるイソです。あ、取ってましたか、はい、坂本ペイでペイが怖いんですよね、うん、なんかチートイのような顔なんで、はい、ちょっと自敗打ちづらい、うん、小島の捨て牌に自敗が1枚もありません。シャーも怖いですけど、まあ、これしか打つのないかなっていう、はい、そうですね、2筋勝負になっちゃいますもんね、ローピンチーピンだと、メンツでもないわけではないですからね、はい、あの川で、はい、別に否定材料があるわけじゃなかったですからね。そうですよね。あ、このチューンですね。これ初もチューンも捕まりましたね。あ、ここで一旦回る、相川さんの欲しい初と小島さんの欲しいチューンと、あ、積もりました、積もりました、チューン、これは嬉しいですね。高め積も裏ドラマ乗らずリーチ積もチューン40分1300-2600の上がり、高めのチューンを積もっていきました。